愛らしい曲をやりたいと思います。明日になったら君が彼女に、例えたらこの愛は伝わるだろうか。こんな出だしの手紙では気持ち悪がられるような。プリンさんこんばんは。なんとか君の気を引ければといろいろ考えてたけど、くだらないことしか思いつかないのさ。誰に相談しても結局はみんな同じで。初見さんよろしくお願いします。当たっちゃえよとか砕けちゃえとか完全に人ごとですか。実際砕けたらどうすんだって、多分砕け散るんだって。どうしようどうしよう、あーなんか眠くなってきた。明日になったら君が彼女に、レイさんとはなってないかな。そうしたらもう何もいらないのにな。君がいないと多分死んじゃうんだよ。目の前にいなければこんな簡単に言えるのにな。タンメンさんこんばんは。レイさんこんばんは。